でお願いします。2週目以降、チャット使用、あ、チャットでの、使用、対抗使用、OK です。チャットの欄については雑談と、考察の方はやめてください。まあ、声が聞こえなかったりした場合は、使ってもらっていいです。じゃあ、すいません。よろしくお願いします。役職をお選びください。選択しない場合、あ、余っもうて一いる緒だ役職からがね。ランダムで振り分けられます。あなた の自役分を職は真に見なきゃ投げ出占しまいすって師俺、2試合連続投げで出さす。れてるから、投げ出さないし、めずに、夜が まあ、更け切れまもしした。ないわ。人狼 にわ気をかつらけなてくけだれさばい。わからないから、俺が言ってる理論なんか。もうぶっ飛びすぎてるから。普通のセオリーを無視してるけど、たどり着いた境地だから。結局、二人の占い師が村に出してたから、どっちが真なのか判別できないじゃんっていう。結局、占った対判別象はする方人法は、狼ではありません。明らかな狂人と狼の動きがない人こそ真じゃん。っていう、なんかもう、わけのわかんない世界だから、たど夜りが着いた明けまし境地た。だから、もう、こんなのわかるわけねえから。昨夜は誰も死セにオまリせーをんでガしン無た。視し発て、言たどりター着いンにた世界入りだまから。す。1番のプレイヤーが発言します。はい。そうですね。SG1 のね、村人残して、白狼釣りたいですね。そうですね。まあ皆さんも戦隊もの好きだと思うんですけどもね。ここにいますよね。なのでね、戦隊ものってヒーローなんでね。白いと思いたいですね。正義の味方はね。そういうふうに思って、みんな戦った方がいいんじゃないですか。戦隊ものは白い。戦隊もの風な人は白い。それでいいんじゃないですか。そんなふうに思っても、たまにはいいんじゃないですか。とかってね。まあ、そういうふうなことを言う神占い師に出会えたら、その人信徒を置けばいいんじゃないですか。以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、村人です。特に仕様はありません。一番さんに触れるとですね、まあ、ネタなのかなっていうふうには思ってます。特に印象もないですね。色付けも特にできません。で、僕は22番目になったら霊能釣り切ります。あとはですね、村人の人は、どこが黒いとかを、フィーリングとかではなく、ちゃんと理由をつけていってください。で、叩かれた人も、叩かれたから叩き返すってわけではなく、ちゃんとこういう理由があってこういうことを言ったんだよとか、その叩かれた理由が不当だったら、その不当だった場所をちゃんと言って、弁明をしてくれるとありがたいなっていうふうには思っています。以上です。頑張りましょう。3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。塩特にございません、ね。あー、まあ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 、一番さんは戦隊ものが好きなんだなーっていう感じの印象ですかね。その道一番さんに関しては、色付けも印象付けもできないから2周目一かなと思ってます。2番さんが22番目になったら霊能釣り切りたいっていう発言なんだけど、俺ちょっとね、1周目から盤面について、まあ、思考開示するのはいいんだけど、盤面固まってからそれはいい、それ、盤面固まってからでいいんじゃないかなって思ってる派の人間だから、21になったら2番さんっていうのは結構黒い位置に上がってくるのかなと思ってます。まあ、印象どちらかといえば悪いってぐらいだから、まあ2周目頑張ってねって感じかな。2番さんに関しては。って感じですかね。はい、以上。4番のプレイヤーが発言します。村人 GA です。まあ、前の人みんないい人だね。なんか、そんなに悪い発言してる人も目立ってないし。で、占いと霊能も出てないし。占いは誰が出んのかな？俺的には、平和村になりたいな。まあ、俺も同じなんだけど、霊道とか、取り切って占い二人出て、怪しい方から
濡らしていけばいいと思います。ね。バイバイ。5番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営、塩あります。占い師です。3番さんにランダム白刺さっています。白崎の3番さんについて、まあ、特に強靭目もなかったので触れなくていいかなと思っております。で、まず役に関して触れると、霊能に関しては1周目から出てきてほしいけど、もし1、2、3、4の中で霊能がいたら1番さんが立った時に出てほしいなと思っております。騎士さんに関しては、まあ、3人ね、盤面の話なんかとか、なんかごちゃごちゃ言ってたんだけど、俺も盤面の話しちゃうけど、一角盤面、平和村盤面は騎士さん出てください。で、二一盤面もできるだけ騎士さん出てほしいと思ってるんだけど、騎士さんも噛まれたくないっていうのはわかるので、まあ、平和村盤面以外だったら騎士さんのセンスに任せようと思います。でも、平和村盤面は絶対出てきてください。そう。で、裏に触れると、まあ、1、2、4なんだけど、そんなにね、特段大きい発言もしてないから、2周目かなって思ってるんだけど。まあ、4のね、なんか部屋村にしてほしいな、みたいなのが演技臭かったから、まあ、印象悪いな、と思った。6番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。占い師 CO をします。7番さん、ランダムで白出ました。5番さんの対抗です。把握お願いします。1番さんから、1番さんについてはスタートで、まあ、特に、色落ちなしです。2番さんについても進行論語りつつっていうことだったので、今のところ、特にはありません。3番さんは5番さんから白出しですね。4番さん、ちょっと発言の伸びてなかったので、占い師2人出るっていうことで、グレズリの流れになっていくと思うので、ちょっと今のところ1番の投票先かなとは思います。5番さん、自分の視点からしたら陣外確定です。5番さんとの、5番さん発言が伸びてて、自分負けないように、新芽取っていきたいと思います。よろしくお願いします。7番のプレイヤーが発言します。占い師九代です。占い師九代、56陣外確定です。僕が強靭で出るメリットはないですね。うん。5、6どっちがご主人か分かんないね。6がご主人かどうか分かんないね。はい。5、6釣り切りましょうね、これ。5、6釣り切りましょうね。ボクシングなんでね。はい。霊能はね、出てきていいと思いますよ。ちょっとね、ぶっちゃけ言っちゃう。申し訳ない。ちょっと聞けてなかった。いろいろあって、個人的な色んな事情があって、1から5の途中まで。5がね、5が3勝つったのがね、聞けたんだけどね、申し訳ないですけど、1、2、4はね、1、2、3の発言聞けてなかったんで、ちょっと2周目からね、伸ばします。9勝ね、9勝。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。5、6、どっちも新名ないなって思ってたとこに7番さんが出てきたんで、7番さん死んでみたいなって思いますね。うん、5番さんっていうの3番さんに対して強靭目ないって言ったんだけど、その要素が全くわからなかった。3番さんっていうのは2番さんに対して2、1番目なら2黒かなって言ってるんですよ。そんな雑な黒塗りしてるのに強靭目ないかなってどういうことなんかって。6番さんに対しては5の対抗で出たって自分で言ってるんですよね。占い師と出たわけじゃなくて5の対抗ですって言ってる。うん、こんな占い師っておるんかな、死んで。いないと思いますね。で、釣り位置が1番さんなんでしょう。1番さんって全然2周目位置なんで。うん、なんでかなってそこも疑問に思ってました。5、6どっちが死んだったらしんどいなっていう感じがあったとこに7番さん出てきた。まあ、6番さんが死んだとしても今日は5釣りになるんでしょう。6番さん目線7。7が強靭なんですからね。ただ7っていうのは進路位置なので、進路位置なので、7の進っていうのはね、9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。9番のゴンレンジャーと申します。特に塩とはございません。グレーの中で一番白かったのは8番さん。まさにその通り。5番さんに対しては何をもって3番さんの共鳴がないと思ったんですかね、1周目。少なくとも3番さんっていうのは2番さんに対してのあれ結構雑なぐりっすよ、結構。2番さんっていうのは2、2番面だったら釣り切りっていうのに対して3番さんに対してはそれに過剰に反応している。これ3番さん共鳴っていうのも全然あるでしょ。はい。5、6、7番さんだったら一番黒いの5番さんだよ。はい。
で、7番さんに一つ言っておくけど、5、6、ローラじゃなくて、7番さんの白結果、黒結果によっても7番さん釣り切るからね。とだけ言っておくから、僕は。はい。グレーで一番白かったのは8番さん。6番さんに関してもう少し発言伸ばしてください。6番さん目線っていうのはもう7強5ローでしょ。はい。発言しっかりできるでしょ。頑張ってください。1番さんに関しても2周目。それ以外かな。はい。ちょっと、前半位置もちょっとわからないので発言聞きます。1番。のプレイヤーが発言します。うん、早くスラしてくださいね。567早くスラしてくださいね。うん、スラするのは決まってるから。567に新要素は感じられません。なので今日は567誰でもいいです。うん、早くスラしてください。じゃないとこのゲーム的におかしいんです。はい、絶対にありえないんです。戦隊ものは白い。戦隊ものの名前を、風な名前をした人は白い。9番白なんです。はい。うん。なので、5番と6番に新要素ないだろ、8番。あ、そう。じゃあ、6番つって新要素ないだろ。6番に。うん。色を見てくれ。ああ、5番が偽だ。5番が偽の可能性もあるね。そうだね。212だったら、6いけるよね、みんな。8番いけるよね。7番もいけるよね。9白囲ったってことは。俺のメッセージを見とったかどうか。うん。6に新要素があると思ってるんだったら、どうせまあ黒だろ、6番。うん、色見てよ。7番。うん。6が白だったら、5番黒だから。うん。俺行った後、5番でもいいから。で、俺がどっか占うわ。うん。9の発言からすると、うん、とてもじゃないけど5強かな。6の色見て、黒が出ると思うわ、高確率で。8番もいけるんだろうね。じゃあみんなで行こう、6番に。2番のプレイヤーが発言します。さっきまでだったら5を釣って、霊能の色見て、5、7の審議、ちゃんとこの6が破綻してるかどうかっていう審議つきましょうって言おうと思ったんですけども、まさかの212番目になったっていうことなんで、212番目僕は占い行くっていうのがセオリーだっていうふうに聞いたことがあるんで、占いで、まあ、6釣り飲めますよ、普通に、僕は。6番さんは4番さん発言少ないって言った割に6番さんも全然発言少なかったし、特に新占い師だったら、そうだな、5番さんの位置で占い出てきてもうちょい考察できたんじゃないのかな。3番さんの俺の叩きって、ローメはないけど強めって全然あったから、6番さんはそれを言ってほしかったなっていうふうには思ったかな。まあ、3番さんに関しては宗教の違いなんじゃねえのっていうふうには思ったけど、そこまで叩くかなっていうふうには思った。うん。別に、ねえ、そういう、誰でも言うでしょ。2、2番目釣り切りますなんて、初週。ね。まあ、3番さんは過剰に来てるから強人目もあるんじゃねえのかなっていうふうに思ったけど、2、12番目なんで強人目はねえかなっていうふうに思ってる。で、占い進路で、狩人心境なんじゃないのかなっていうふうには一応見ています。なんで今日は6番さん釣りでいいのかなっていうふうに思ってます。なんか、クロス護衛とか俺よくわかんねえから、うん。6番さん釣りで、が一番綺麗なんじゃねえのかなっていうふうに思ってます。以上です。3番のプレイヤーが発言します。まず、初日の段階で俺2番さんが、人外あるかもしれないよけど、まあ2周目だよねっていう発言残したの皆さん聞いてますか？別に黒置きしてるわけではないからね。21番面を想定してない22番面で釣り切るっていう話しかしてない2番さんに対して、2番さんが人外だったら21番面を作ろうとしてる人外っていうのは普通にあると思ってるから、だからそういう発言残しただけなんだけど。で、6番さんっていうのは5番さんが占い仕様してる段階で5番さんの白先だった俺っていうのは、その段階では5番さんはまだ対抗出てたからね。ってなったら、俺に、白が出てるんだから、俺に対しての精査も必要なんだと思うんだけど、6番さんっていうのは。だから6番さんの芯っていうのはちょっと見えないかな。ほぼほぼ1番さん芯で決め打ちたいぐらいだけど、6番さんまだ発言残ってるから、なんとも言えないから、けどまあ6番さんから行きたいかな。まあ、発言聞けてないからなんとも言えないけど。で、グレーなんだけど、
まあ、9番さん、1番さんが偽じゃなかったら、9番さんは隠し騎士だから、5番さんが偽ね。だから16で進路で出てたら、ああ、陣外露出してんのかってなったら、5番さんが強人じゃなければね。まあまあ、いいさ。グレーは2周目で、1番さんが死んだったらちゃんと占ってくれればね。現状6番さんいきます。じゃあ。4番のプレイヤーが発言します。はい、ということで、記事ずらしました。なんで、なんかね、一番さんがね、押そうと思ったよ、記事しようって。やのになんか一番がすらしてとか言うから、めっちゃ出にくかったからさ。そうそう。で、一番占いしようして、ああ、納得と思って記事しようしたんだけど。めっちゃ出にくかったわ、一番さん。で、9が太鼓に出てきたんだけど、俺、方法1進だと思ってるから、9は9だと思ってて、まあ、今日6つって、まあ、6で、なんていうの ?6 で、黒落ちたら俺が破綻?違うよね。どうなるんだ?まあ、わからんけど、守り先の指定は7番さんにしてもらいたいなって思ってます。で、4がなんかもうわけわからんことしてて、もうマジで、グレー、もうマジいらんと思って、村やっても、うん、ローやったら、まあ、ラッキーみたいな感じやねんけど。なやろな、なんか、1の出方がめっちゃ新っぽかったからな。しかもなんか、1番さん目線、9番さん白出てるから、その最初の発言も確かに納得できたし、うん、まあ、これで1番さんがね、ローとか強だったらすごい怖いんだけど。うん、方法6に傾いてるかな、今日の投票は。だから3番さんはね、今日はないって言ったのは、まあ、俺別に占い師じゃないし、そんな適当よ。まあ、別に適当よ。今の場面そんなね、あれ、そんな、やることないけど、4番さんが黒かった、みたいな。そういうこと言っただけです。俺もちょっと記事、すかそうかなって思ったけど、なんか、一角場面作りたかったから、なぁ、みたいな。そんな感じですね。これ7番さんどこ回ったらいいかな?ちょ、言ってね、7番さん。よろしく。今日俺6行こうかなって思ってます。6番のプレイヤーが発言します。あ、はい。6番です。すいません。スタート対抗っていう風な言い方してしまって、ちょっと疑われてしまったんですけど、すいません。それは言い間違いです。できればちょっと自分発言とあんまり伸びてなくて、今、釣り先に上がってるんですけど、自分の、7番のプレイヤーが発言します。まあ、これでね、6が死占いだったらもう負けですね、村は。これはもう負けでいいでしょう、6が死占いだったら。じゃあ5が俺守ってね、5が7守り。9が16の欄をやって残った占い守り。まあ、1守りになるかな。9が1守り。5が7守り。はい、これでね、17噛まれたら57の、59の破綻がどっちかね、明確になるから。うん、5が7守り。9が16の欄の残ったやつも終わり、1も終わり。ほぼほぼ俺の中で大体こんなもんだろうみたいなのは、なんとなく思ってるけどね。どうだろうね、ラスウレ。ラスウルはどこだろうね。8ではないかな、ラスウルは。8番。のプレイヤーが発言します。はい、今日はね、6番さん釣ります。まあ、騎士のクロス声も全然いいんだけども、5の偽って完全に見えてるから、
別にクロス5は意味ない、意味ないとまでは言わんけど。うん、5は4に対して、4が、4のやってること意味わからんって言ってるけど、4っていうのは何もしてないんですよ。むしろわけわからんことやってるのって5番さんなんでね。うん、騎士ですらして、うん、じゃああなた新騎士確定したら噛まれちゃうんですよっていう。騎士です。騎士でそんな占いで出たりはしないでしょ。5は偽で。で、9番さんが出てくる意味もないしね。9番さんが人外で。うん。どうなんだろう。グレー、どこのラインかな ?9 じゃないや。6か。6の相方っていうのはどこかな、どうなんだろう。占えばわかるんだろうけど。9番のプレイヤーが発言します。まあ、7番さん同様で、8番さんはやっぱ白いなと思うよ。2周目も。で、5番さんのもう言ってることっていうのも完全にもうはっちゃかめちゃかなんで、もう、はい。5番さんっていうのはもう強人だと思っております。はい。どう考えても理由もなく意味がわからないし。状況教えてあげましょうか。あなた釣られます、今から。はい。はい。ほぼほぼ一進、進行でなってます、6番さん。はい。6番さんが真の占い師だったら相当ひどいです。っていう状況です、6番さん。把握しましたか?大丈夫ですか?はい。この場面っていうのは、どうなんだろう。6でローが落ちると見て、5が7守るって言ってるけど、5番さん偽だから7番さん噛まれますよ、普通に。7、あ、そっか。やっぱ切るしかないね。俺が7守ってあげたいんやけど、まあ、1か1で。1でいっか。まあ、そっか。1の、1芯で言ってるからね。うん。まあ、6でローが落ちると思って、もう自分は1番さんじゃ守りますわ。はい。で、ちょっとラストウルフなんすけど、4番さん発言ないし、2、3に関してはちょっとよくわからないから、お互いにお互いで殴り合ってるから、まあラストウルフは2、3のどっちかなって思ってますね。はい。それぐらいですかね。今日はとりあえず6釣って、6釣りの、どこ噛まれるのかな ?6 釣り、俺噛まれるんじゃないこれ。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠があるのか。ニーカーさんどうしような。こっちも村な気がして読んで悪い気がするけど、どっちがいいんだろう。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番の遺言を発表してください。はい、6番です。すいません、アプリ落ちてしまって、自分の途中のところから、9番さんが始まるまで聞けていませんでした。すみません、村の皆さん申し訳ないです。自分の発言のみず、まあ、村のためにならない動きになってしまったのすごく反省しています。自分から見たら1番さん人外です。5番さん人外ですので、このあたり次釣ってもらいたいです。夜が更けました。人狼に気をつけて、占い師の方は夜のアクションを行ってください。何番でも納得。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。何番でも納得か。その疑いにはどんな根拠が。4番じゃなかったら本命を深めるけど。占った対象は人狼です。あ、プロ出るんじゃん。あ、本気で村でしたら死ぬ番は信じるだけなんだね。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番1番の人狼が身分の開示を選択し、占い師の方は夜のアクションを行ってください。何にしない若者よ、ねえ、そう簡単に結論を急ぐな。何番が俺噛めるわけねえじゃん。ことねえよ。噛んだ瞬間終わるから。占った対象は人狼ではありません。64かと思った。
夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。して終わりですね、これは。以上です。3番のプレイヤーが発言します。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。開示します。申し訳ない。人狼がゲーム終了。村人陣営の勝利です。